よろしくお願いいたします。皆さん、こんばんは。池上雅楽会です。今宵ここ池上本門寺で雅楽の音色を奏でます。どうぞお聴きください。今宵は雅楽の楽曲の中で太式調の楽曲を披露いたします。まずはじめに小七力流笛の各管の主管が調子を合わせる太式調の寝取りをお聴きください。その後楽会演という楽曲を披露いたします。またあちらに見えます笙という楽器は今から約180年前江戸時代の天保の年に作られたものです。そちらにも注目しながら、それではどうぞお聞きください。
かがでしたでしょうか。ありがとうございました。寝取りは音を取るという意味で、小七力流的の各巻の主巻が調子を合わせます。また学会演